どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、福岡県豊前市方面探索編5、今回が第3回目です。前回、最初の林道に到着し、先へと進んだ TF 団。改めて友情を確かめつつ、美保走路を満喫しました。以前訪問した時と比べて、道が崩壊していることに気づく2人。転落の危険に警戒しつつ、反対側の出口へと向かいます。果たしてこのまま、無事に抜け出すことはできるのか。早速続きをご覧ください。それではどうぞ。もうすぐしたら出口があって、もう出口があるかな。もう少し出口のはず。ただちょっと赤土が多いって、なんかちょっと雨降った後とかやったら滑りそう。雨はちょっとやだね。ちょっと赤土が多い。赤土が多いしか言ってない。特に変わり映えのしない景色。最初まだスリルあったけど、この辺だいぶなんかこう走りやすい。これくらいが良くない？そう、こんくらいがまだ適度に一番面白い。前回したところはなんかこっちちょっと岩がゴロゴロすぎる。いや、またちょっと油断した。この道を今舐めた瞬間こう気を引き締める。気を引き締めるほどの道でもね。それぐらい緩み切ってる。あ、そういうこと。こんな道でもそうなるんだ。何回行っても治らないよ。昭和出てきた、出てきた。ほんとよ、すげえ。じゃあこれ右行きます。じゃあ俺は左行くわ。え、曲がれ。もう周り曲がりだから。あ、スイッチはあったじゃん。おウィンク、ウィンク、ウィンカーマー。それも直らんよな。そうやな、まあ、直ってもねえやん。ウィンカーマー、ほんとな。うまくならん、うまくならんっていうか、もうなろうともしない。とりあえずこけなければ OK みたいな感じ。まあ、それでいいじゃん。なんこれ、石？石や。白いピーナッツの。巨大化してる。ダチョウの卵だと思う。出た。あんま美味しくねえ。タンパクとか薄い。なんか美味しくない。あ、本当に。いや、アメリカの食べ物はあんま基本的に美味しくない。いや、日本ってすごいよ。いや、そう。あ、もっと感謝した方がいいと思うよ。だって隣町の中国人殺すとか言われたことねえやろ。それでもいいって言えますか。なかなか空手の大会優勝しただけでさ、隣町の中国人お前殺すぞとか言われてさ、あ？行かれたやつや。多分あんまり刺激せん方がいい。そういうの。ビビるわ。衝撃あった。恐ろしい。中国憲法は強いとか知らんだな。どうでもいいわ。こんなんでやってねえよ。でもアメリカとかやったらもう本当その銃っていう絶対的なもの武器が。怖い怖い。日本最高や。そうよ。ないんやけ、基本。基本ない。基本出てこんぞ。北九州は出てくるわ。あるとこにあるかもしれないけど。銃だとか出てくる。ロケットランチャーとか出てくる。次の T 字路を左に。もう今一歩行った。あ、今あれが一歩。はい。で、用語なしで。皆さんお楽しみ。なんか途中なんかそれっぽい脇道あったらしい。ざけんなよ。メインよ、メイン。いや、そんな話は聞いてない。契約に入ってない。契約に入ってない。今日の契約。今日の契約入ってない。ああ。別要求いただこう。別要求。
まあまあ4本なんですけど、はい、その入り込んだ途中に分かれ道があるんで、はい、まあまあ 4.5 本。それも聞いてねえよ。そもそもその道本当行くの2年ぶりぐらいだ。本当どうなってるか分かんない。そもそもここはどこなんですか。え？ここはどこなんですか。ここは多分まだ高原あたりじゃないですか。あ、高原は。多分高原あたり。いや、もう周回しよう。なんか音ねえ。ワールドなやつが大体友達。今の人は金曜やけどおったやん。ああ、そうや、ね。どうなっとんの。確かに。言われてみればそうだ。あれが仕事か。俺はあれがいい。あどこでこう来る人を監視する。あれで15万円ボーナスは 1.5 円するでもいい。1日何時間いい。あれ、うん、あれ1時間でもいい。あれが仕事やとしたら、あ、ただ座るだけ。やばくない。雲の流れ見て思った。そうや。多分10分が1時間に感じられるし、まず雨が降る雲分かりだすよ。ああ嵐が来るとか言われて、あの映画版アニメのストリートファイターのリュウみたいな。嵐が来るしかもこの先どっか右に曲がるところがねえあるはずなんですけど、あれ小樽おるって。小樽ここじゃない。あれまだ先か。ここら辺全然ホタルおるな。すごいね。ああ、そうや。この辺おるな。ホタル濃い。あれ通り過ぎ。こんな一緒回れたやん。あれおかしい。ホタルの標識。ホタル。あれこれ道間違い。まだ始まる。こうやって話数を稼ごうという。やるね。ちょっと東ましょう。え？東ましょう。東ましょう。さっきあの斜めに上がっていく道があったんで、そっちから行けば、そっちからも行ける。そっちから行きたい。いや、そっちから行けるの。最初からそっち行けよ。いや、そっち何回か通ってるんで、なんか違う道行きたいなと思って、欲出したらこうなっちゃった。結構、ストリートビューやったら分かりやすいの道やった。あ、道も変わっていくんやな。で、変わってねえや。水きれいやな、確かに。すごい。あー、ほんとや。透き通ってる。あー、すごいね。さすがホタルもおる。こういう自然やっぱ大事って感じ。みんなで笑う。いやいや、絶対思ってないやん。すげー軽かったもん。もうスカスカな感じやった。いや、もうどうやって、あと聞き直して。ああ、思ってないな。いや、お口だけだなみたいな。あ、でも科学にさ、止まりきったお前がさ、そんなこと言わんねえもん。だからこんな今排気ガスを撒き散らして、俺も乗ってるやつも言うけど、あれでも結局なかったな。やっぱもうちょい先やったもん。じゃあ戻れ。まあこっちで。じゃあもうこっちから行かず。じゃあ戻ればいいよ。地図で見るのと実際。なんでそんな思われるの。ああ、焦げて、万が一焦げてガードレールとかにこうね、ぶつけて。いや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 、そんな大回りしててもいけないよ。これじゃあ車は気をつけて。これこの道でもない。あれ、ここ御在所の林道や。あれ違う、ここじゃない。見ます。ちょっと見ましょう。こっちの道に今日は行かないように気をつけようと思って。まんまと行ってしまう、この道。あれ、どこで間違えた。多分生まれた時かもしれない。さっきはこっから降りてきて、今どこだ、現在地どこや。よし、
さっきの道をひたすらまっすぐでよかった。バカと。まあ足りんかったです。足りんかったです。ああ電車変わったな。あ今ガードレールぶつかったかと思った。一瞬視界から消えた。そうそうそう。ミラーから消えたの。あれ。うわー綺麗やな。すごいな。ホタル降りそうや。はい。デジャブ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れ。